パクソンソンさん、そしてさとみさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ねえ、華やかな浴衣姿、今日は皆さん浴衣姿なんですけれども、はい、浴衣ってよく着るんですか、パクさんは。うん、私ね、今日で2回目なんですよ。2回目、うん、韓国では夏のなんかこれっていうのはあるんですか。ないですね。いわゆるチョモリとかそういうのっていうのは正式ななんか、うん、民族衣装というか、あれはね、正月と、うん、お盆、うん、お盆でも8月15日じゃなくて旧のお盆ですから、うんうんうん、ちょっと涼しくなるんかな。そっか、うん、はい、チョゴリの夏用とかそういうのもないんだ。うん、あると思いますけど、ね、あんまり皆さん着てないと思う。そうか、はい、じゃあ日本の浴衣文化っていうのは素晴らしいですね。いいですか、はい、最高。さとみちゃんも、はい、大林さん、お久しぶりです。ねえ、いや、もうずっとインドに行ったきりかなと思ってたんですけど、そんなもう会うなり、おはようございます、さとみちゃん、もうずっとインドに行ったきりちゃうかって。ちょっと焼けたかな、超えたかな。顔見たら、この方インド人。いや、あのね、インドに友達がいて、何回も行ってんのよね、インド。何回も、来年ちょっと1月は無理やね、多分ね。なんかだから顔見たらインドっていう感じが。カレーみたいな。インド人みたいな可愛い顔してる。インド大好きなのよね。ここになんか黒いやつでこう貼ると、ここ赤いやつです。赤いごめんなさい、あの仏教のやつ ね何の話をしてんねんっつって。今日はね、あの後ろにね貼ってるんだけど、すご、大阪の吉村知事さん頑張ってるでしょね。で、まあ、私たちも頑張りましょうねと、コロナ撲滅というようなね。あ、本当だ、うん、あ、すごい、まあ、そういうな気持ちも込めてね、まあ、こうやって番組みんなで頑張って作っていきましょうっていう。コロナの間はどうでした。もうみんな何ね、2ヶ月かそこら部屋に閉じこもってるような状況やったんですけども、うん、パクさんは名古屋。私はね、ちょっと遠くも行けれないんじゃないですか、うん、飛行機乗れなかったし、うん、で、私はちょっとね、自分のプライバシーのほどでちょっとね、はい、悩んどって、うん、あっという間な中家でずっと過ごした。うん、そうか、うん、いろいろな悩み事ができて。ありましたね、生まれて初めて。コロナ禍で苦しいとかそういうのは関係なかったぐらいだ。コロナ禍も忘れるぐらい。忘れるぐらい。わあ、すごい、うん。落ち着いたんですか。もうこのままではやっぱり負けるから、うん、日本でもっと頑張ろうと思いました。頑張ろう、今までとは違う私としてもっと頑張ると思った。、うん、やっぱりね、いろんなそのね、まあ、トラブルとかいろんなことがね、生きてる間何回か絶対起きるから、まあ、その時にね、どう向かっていくか、それで人間っていうのはこの成長していくわけですから、まあ頑張ってください。それしか用意はんわ、うん、ね、すごいもん ね、 ここから、まあ、具体的にあんまり ね、 ね、うん、すごいすごい、こういうところではあんまり話聞かせない。そう、テレビではちょっとね、ワイドショーやないねん。ここではちょっとね、もう本当に大変なことになるから。私も家で。さとみちゃんはどうですか。いや、実は私もね、コロナ中悩んでたんですよ。何、今も悩んでんやけど、うんうん、コロナ太り。あ、もうそれはみんな言うね。もうデビューね、もう8周年を今年迎えるんですけど、うん、だん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 貫禄ついてきてね。ドスコイみたいな。貫禄、うん、それで慌てて、まあ、今日ね、 YouTube の、 撮影があるからと思って、うん、まあ、もう1ヶ月ほど前から、うん、ちょっとほら、スティックで飲んだらプロテインが入ってて、うん、なんかね、10分歩くんでも5時間歩いた計算になるとかいうプロテインを買いまして。すごい、ね、何それ。知らん、ちょっと脂肪をね、こう燃焼させる、そんなをね、1ヶ月飲んだらなんか8キロ痩せるって。痩せへんが2キロ超えましたよ。何やそれ。ほら、普通に食べたらあかんですやわね。それ飲みながら、普通に食べながらね、結構あれ深夜に、深夜になんか食べたりしてんじゃない。カレーうどん。うわ、それはあかんわ。受かるぞ。もう、うどんはね。でも今痩せなくても可愛い顔してるから大丈夫ですよ。別に痩せなくてもね。優しいね。大丈夫、大丈夫。これで痩せたら、パクさんの悩みに比べたら私なんかお笑いですからね。いやいや、でも僕も実はコロナ太りでね。ああ、そう。いや、コロナ太りで3キロちょっとは太りました。ああ、先輩、私2キロやから。でも皆さん太ってるんですよ。 ね、私も太った。だって我々歌手の仕事ってさ、うん、やっぱりこのね、まあ、衣装ケースにさ、こう衣装こう選んだりなんかして、全部詰めて、でその大きな荷物を持ってって、うん、ね、それでまた開けて
メイクしてとかいろいろでステージで歌ってで終わったらまた片付けてとか結構体動かしてるからそうやねそうそうそうそれはマネージャーさんがやってくれる言うたかて、自分でする人の方が多いじゃん、まあ、どっちか言うたらそれで痩せんな要件もっと大きい衣装着て重量増やそうか歌の仕事一つ行こうと思ったらそんだけの体動かすでしょ、うん、それが何回もね仕事がキャンセルになってあなるほどね体動かしてないもんそら太るわそら太るねあ、分かった私もね夏ね、もうちょっとしたら夏祭りのね矢倉舞台とか、うんうん、今回はね北条鉄道さんのそういう、うんなんちゅうのビール列車に乗る予定やったんですよ、うん、でもまあそれはあの冬もやってられることでねコロナでだからおでん列車2月に変わりましたけどおでんどうかなこればっかりは ね, ねまた超えるし延期したものも中止になるというのがいっぱいありますから、うん、ありますね、まあ、でも希望と夢をね、持って我々は、はい、いつでも即ステージで、ね、素敵なパフォーマンスができるという努力をしていくそれのみでございます、はいねそれでは早速ね歌を聴かせていただきますが、はい、パクさんは今日は何を歌ってくださいますか私は可愛い女可愛い女、はい、これは私が韓国で歌った私自分の曲なんですけど、うんうん、いいね可愛い女、はいありそうでないタイトルやね、で俺は韓国で若い時だったから今は可愛い女ではないよいや可愛い女ですよさとみちゃんははい、私はカップリング曲のロマンチストですロマンチスト、はい、はい。それでは行きましょう可愛い女そしてロマンチスト2曲続けてお届けしますを刻むように窓を叩いて雨が降るシャワー浴びても流せない辛い心の中まではロマンチストねあなたも多分思い出ばかりを撒き散らすロマンチストね逃げないでふふふふふ思い切り抱きしめてから当たりばかりが戯れるところ狭しりビルの群れ満たしてもう一度肌も心も唇もロマンチストねあなたも多分優しいだけでは悲しいわロマンチストね逃げないでふふふふふふふ夢の中連れてって体ごと